でもなんかさ、野球がさ、今日あるけんさ、すごいさ、人がさ、多いんかなって思ってたよ、広島。でも多分ちょうどさ、野球やっとる時間帯やったけん、多分みんなドームに、スタジアムにおったけんさ、あれやったんやなと思って、めちゃめちゃ人混みになっとるかなと思ったけど。ね、最近さ、これがめちゃめちゃ美味しいことに気づいてしまったの。このザバスのこのココア、このココア味がめっちゃ美味しい。ことに気づいちゃったの。終わってみんな帰ってるところ、わー、おかえりなさーい、無事に帰るまでがオールスターズですと、ちょっとなんか遠足みたいに言ってみた。遠足やん、おりょん、遠足みたいに言ってしまう。飲んでみます、飲んでみて。これがなんか果たしてどういうあれなの、何どういう効能なのかわからんが、What are you doing? This is ココアフレーバープロテイン、ミルクプロテイン、 Yes 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 Yes, yes.お、千穂さんに手を振ってもらいましたってね、千穂さんとマイキューさんとココアさん、なんか MC されとったな。私は何をしようとしたんだっけ。月筋トレするのって。筋トレはしないけど、なんか最近よく歩くから、よく歩くからちょっとプロテイン取ってみようかな。これタンパク質？プロテインってタンパク質だけじゃなくて、なんか7種類のビタミン B 群&ビタミン D 配合って、なんか健康になれそうなのでちょっと流行りに乗って飲んでみました。初めて飲んだんよ。そしたら味が美味しくて、でも味が美味しくてっていうので、多分飲み寄ったらあのプク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 なっちゃうから。でもなんかまず一旦ちょっと、私は一旦お肉をつけてちょっと燃やすものなんていうの、ろくなもん食べてないけど、なんか燃やすものを、タンパク質燃やすものを体に取り入れたいと思いまして、なんか多分さ、火ってさ、なんかこう薪があるけんもっと燃えるやん。その薪をさ、多分さ、くべないとさ、なんか燃えなそうじゃん。やけんちょっとなんかいつもより健康的なものを取ってみてるおいもちゃんハートありがとう。いや、バスソルトのお風呂ね、めちゃめちゃすごいですよ。なんかね、なんか体がね、なんか引き締まるというか、やっぱむくみが取れますね、すごく。むくみが取れるのと、なんか冷え性、私冷え性なんですけど、なんか冷え性がちな体が、なんかすごい、体がちゃんと自分の、なんか自分からポカポカしてる。美人百科届いたよって、ありがとう。明後日が健康診断なのでエールくださいだって。なんか健康診断ってさ、発汗作用めちゃめちゃある。健康診断ってあれだよね、なんか1日前って断食しなきゃいけないよね、確か。違うっけ。健康診断ってそれだよね。発汗作用めちゃめちゃあります。発汗作用はあります。とても、
カメラとかある人は断食ある、健康診断。夜20時以降食べれない、胃カメラ。それは辛いね。でも辛いけど、その診断を乗り越えて、乗り越えてっていうか、その診断をしたことによって大きな病気が見つかったりとかね、治さなきゃいけない。体の SOS に気づけるわけやもんな。でもなんか本気のダイエットってね、本気のダイエットって2日間断食してから始めるんだって。本当に痩せたいダイエットって2日間断食、断食、断食っていうか、まあなんて言うんだろう、回復食とかは必要なんだけど、なんかデトックスするのが大事なんだって。まずなんか胃をクリーンな状態にして、2日間って言ってもなんかちゃんとあの何にも食べないとかじゃないよ。なんかサプリとなんか回復し健康補助食みたいなやつちゃんとありますよ。16時間ならよくやった。なんかそれよくやってる人いますよね、16時間断食。私もでもそれはよくやってるかもしれない、気づいたら気づいたら16時間断食はよくしてるかも。私も一緒かも。ジョージさん、サメちゃん、ありがとう、ありが上手、ジョージの上手、ありがとう。ずっとかけてくれとったんか、ジョージと上手で。今気づけた。朝ごはんね、そう、朝ごはん食べれんタイプの人はそうなりがちだよね。わかるわ、なりがち。今日は広島ではオールスターがあり申して、野球好きの皆さんはとても盛り上がっておりますよ。私もちょっとこの絵文字で便乗してみましょう。まん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 。中国地方梅雨明けです。みんなの地域梅雨明けしましたか？どうですか？なんか今年の梅雨、今年の梅雨なんか短く感じる。すごい短かった気がするのは私だけかな。あ、そうなん？四国は、そっか、四国はまだ梅雨なのか。確かに四国はまだだったな、梅雨明け予報出てなかったね。まだアナウンスされてない。関東はもうすぐ明けますか。あ、今年の梅雨ってなかったの？今日の夏気も美しい。今日年齢一つレベルアップしてバースデービールをのんちゃんさんに注いでもらったって。うわー、なんかこういうバースデーとかの日に現れて、毎日現れてきてください忘れちゃいますよ、じゃないとおめでとう、おめでとうね。来年も祝えるといいね。なんか短い気がしたよね。ねえ、うどうさん、うとうでした、うとうさん。でもまあ長いけど短く感じたんならまあラッキーやね。明日から毎日の好きを尽くしてコメントします。よろしく、よろしく。
何歳になったんか分からんけど、新しい月は一日一美しいよーでよろしくお願いします。よろしく。てか私めっちゃ髪伸びたよね。切ろうかな髪の毛。髪の毛切ろうか切らないか、切ろうか切らないか悩み中です。切ろうか切らないか、ちょっとここのラインがだんだん乱れてきた気がする。髪が伸びました。なっちゃんと共に生きる結論、なっちゃんと共に生きる。殿下解散ありがとう尊い。君たちはどう生きるか見ましたねこれは。切るのかい切らないのかいどっちなんだ。こんばんはー、わーははわー、かわいいありがとう。なんか今日あれだね、いつもと違う。いつもと違うパターンできた。メーリーさんのひつちひつちひつち、メーリーさんの。I think you are my new favorite. Favorite. Thank you. めんつゆはよく使ってます。つゆとめんつゆかけてるんだ。面白い。めんつゆだけにかけてるんだね。おいもちゃん、バブル。ありがとう。あーおもしろいねー、面白いわ。いやちょっとなんかあのかけとる、かけるとめんつゆをかけるのとかけるが かかっていて高度なボケですね。とても素晴らしいと思います。ここに評価したいと思います。素晴らしい。どっちも似合う。切ったら涼しくなるよ絶対に。それはそう、それはそうなんよな。切ったら絶対に涼しくなる。美しいです、ありがとうございます。なんか今日前髪が前髪がどっかに行ったんだけど、私の前髪どこ、前髪が旅に出てますね。月影さん、だるまちゃんありがとう。なっちゃんなんかしたい外仕事あるって。外仕事、え、でも演技かも。演技、自分がやったことないから気になる。東京特許許可局許可庁さん、バーボーありがとう、ありがとうバーブル。チャレンジからカプセルもらえます、もらえます。切らなくても水かぶったら涼しく。でも私なんかさ、あのお風呂上がりのさ自分の髪の毛が一番可愛い気がするよね。お風呂上がりの自分の髪型めっちゃ可愛いんよ。濡れ髪みたいな、なんかワックス買ったらいいんかな。なんかお風呂上がりのね髪型が何気好きなんですよね。こんばんちやん、なんかお久しぶりだね。こんばんちやん、流し眉毛じゃなくて流し前髪。いやでもなんか最近ね前髪ねなんかなくしたい欲もあるよね。なんか前髪をわーってやってこの辺ぐらいで、この辺ぐらいで切ってみた。ハンコックみたいな、ハンコックみたいな髪型してみた。ハンコックのショートバージョンみたいな。でも絶対多分私の髪の毛だったら邪魔になるんだよね。女優なっち
ライオンキングとか出てほしいです。いや、ライオンキング出る人はほんまにガチでずっとその勉強してずっとやっとる人とかよ。マジそれはね、大抜擢すぎる。794日ありがとう。ショートが似合う感じよって、ありがとうございます。お風呂上がり配信、お風呂上がりの髪型でメールください。ああ、テストに追われて。お久し。え、でもさ、夏休み、夏休み突入しましたか。なんかあれだよね、地域によっては夏休みを突入した地域があるとかないとかいう話。てかさ、今さ、あのそごうのさ1階でさ、私が最近ずっと気になってたさ、カバンのさ、お店がさポップアップで来てて、私さもうなんか涙出そうになった涙出そうになった。でもちょっとその日は他に求めていたものがあったので、お買い物はそのポップアップでお買い物はできなかったんですけど、マジで私が今一番可愛いなって思っとったカバンが、あれどこの国のやつなんだろう。めっちゃ可愛いんですよ、なんか刺繍が入ってる。やっぱ可愛いって思ってた、なんか流行ってるやつなんだと思って感動しました。私の流行りセンサーは間違っていなかったんだなと。なんか街中で持っとる人が見てめっちゃ可愛いと思ってさ、たら流行っとったっぽい。だってポップアップ来るぐらいやもんね。月9、月9ね。舞台見てみる。お、お風呂上がりが見たいと。ブルキナファソの人口、いや絶対なんかそれ私聞いたことない、聞いたことない国じゃけんさ、500人ぐらい、いやもっともっと少ない、ちっちゃい島とかやろ。4、あと1週間学校だよって。お、じゃあ来週か。小学生とかかな、小学生とかかな。アフリカン系でもなんかドイツとかだったかな、確かドイツとかベルなんとかみたいな、え違うっけ、なんか名前が思い出せない。月影さん、ハートー、ありがとう。こんばんは。アイパールさん、こんばんは。 When are you going to bed? いつあなたは寝ますか。おー、わからんでも日付が変わるまでには寝たいですね。日付が変わるまでに寝れたらもうこっちのものですね。それボール&チェーン、ボール&チェーンっていうお店。トロ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 。なっちゃん眠たいのって。え、眠たそう。普通になんかライトが眩しいけん、眩しい、眩しい目をしているか。夏男がプロテイン飲んどるのなんかじわる。プロテインで、プロテイン飲んだらお腹痛くなる人っています？なんか私お腹痛くなるかもしれない。いやそんなことはない。なんか初めて飲んだ時にさ、なんかちょっとお腹に違和感を感じたけど、今はそんなことはない、そんなことないから大丈夫と。大丈夫だとは思うよ。焼きそばさん、ハートありがとうございます。合わない人もおるんか。てかこれってさ、これって1日に、こ
これ1日で飲んでいいやつなんかな。こんな量さ飲んだらダメ。え、ボール&チェーンは日本の会社です。そうなん、日本の会社なん。そうなんや、めっちゃ海外っぽくて可愛いって思ったけど日本なんや、珍しい。めっちゃ可愛いの。みんなもね見てみてん。今ねそごうでね、そごうの1階でね、ポップアップしとうけん。多分ね私とね好きなものの感性が似てる人は刺さると思う。ホエイプロテインは痛くなるかも。それってどこに書いてあるんだろう。ミルクプロテインだから違うのかな。1日1杯はいいよ、3杯をずっと続けると肝臓の病気。怖っ。シースルーのバッグを推しキャラ仕様にするのが巷で流行ってると聞きました。シースルーのバッグ、何それ絶対可愛いじゃん。じゃあもう逆にさ中身をもうスケスケに刺すってこと。うちわとかさ入れとったらもう見えるけど、もうそれがデザインみたいな、推しを見てくれみたいな。これもホエープロテインなの？だったらお腹痛くなるかもしれないやつってこと？同じ感じだと思う。ソイプロテインなら何いくい気がする。ほう、そういうことね。探してみよう、ソイプロテイン。ソイプロテインを探してみよう。私のうちを入れとけば間違いない。広島まで来て。でも結構最近街中でよくいろんなお店で見かけますね、ボール&チェーン。こんばんは、こんばんは。山口が製造に当たってる。ウルトラってプロテインのとこのプロテイン飲みやすくて。プロテインってさ、みんなさ、プロテインって水と粉だけ？あれって粉牛乳に溶かしとるんかな。プロテインの知識なさすぎてわかんない。推しの、やっぱ推しキャラのグッズを見えるように持ち歩くのです。おお、でも確かに可愛いかもしれない。 OIC プロテイン美味しいよ。ホエーだけど、いやみんな詳しいな、ちょっと気になる。でもプロテインってさ運動しなきゃ意味ないよね。運動しなきゃ意味ないんだよね。でも今日はちょっと歩いたぐらいなんだよ。だからタンパク質の取りすぎになっちゃう。牛乳で割ってもいいんだ。OIC、 何これめっちゃ美味しそう。ご褒美スイーツプロテインだって。何これ、美味しいってこと？ OIC じゃなくて、 OIC じゃなくて美味しいっていう。 OIC もしかして、OIC じゃなくて美味しいやん。美味しいって名前、美味しそう。ケンジハートありがとう。何これアバター、かわいい。白熊じゃない、青熊。ありがとう。マイプロテインってめっちゃ効きますね。代わりに運転運転してもカロリーは減らんで、消費できんで。かー、運動ね。歩いてでもいいのかな。待って、私今日あんま歩いてないわ。歩いたと思っとったけど歩いてない。気づいちゃい
ました。私なんか今日一日運動したつもりだったんだけど、運動してないです。私は運動したつもりになっていました。ですが運動しておりません。どうしましょう。じゃあもう顔の運動をここでたくさんして、ここでたくさんしたいと思います。みんなとたくさん話して顔の筋肉を鍛えていきたいと思います。ちょっと顔だけでも運動させる。運動は大事、バンドはエイジ。77777777。つもりって何？つもりやったよ。運動したつもりやったよ。Why why? Hi。大人の粉ミルクってあるの？プロテインですかそれ？何この人さっきから使ったつもり貯金しましょうって使ってないし、嫌だわそんな。私が何でもかんでも買う人だと思って印象付けないでいただける？私だって悩みますから。ちゃんとちょっとは歩いた。あ、ちょっとは歩いたよ。さすがにちょっとは歩いた。ちょっとは歩きました。100円ショップに行くために歩いた。ここでスティー体操。そうだね。うわ、スティー体操今したらねきついと思うわ。でも、あ、そうなん、運動せんでもまあ一応タンパク質は取ってもいいんだ。なんかあれだよね、髪の毛とか伸びるの早くなるんだよね。違うっけ。77777内臓。ケンジだるまありがとう。だるまソルトはどうでした？私は星をちょっと今読めるようになった。バスソルトめっちゃいいです。めっちゃいい。バスソルトなんかむくみが取れます。むくみが皆無になります。びっくり。なんか私って多分むくみやすい人なんですよね。むくみやすい人なんですけど、お風呂から上がったらなんかすごいチュルチュルになるし、チュルチュルになるし、すっきりって感じ。なんかやばいやばいやばいです。しかもなんか代謝が上がったのか、すごいずっとポカポカしてる。なんか私夏でもなんか足先とかちょっと冷たくなる人なんだけど、今日ポカポカしてます。続けることが大事ですね、これから。ここ数日でメンタル崩壊してたから、回復したら筋トレ再開するその気持ちでいる。でもなんか筋トレしたらメンタルも鍛えられるって言いますよね。気持ちが強くなるらしいから。でも今の状況を元通りにしてからね、まだ強くなればいいと思います。マジか買うわっておすすめ。こんばんは。肌引き締まった。うん、引き締まり効果ありそう。うん、新陳代謝っていうのが上がりそう。いいね、汗って。そう、めっちゃ汗かいて汗。そう、溶けんかったけ。
私はナメクジではないということがここに証明されました。ねえ、このリップなんでやろ。このリップさ、毎回ハベにするんだよね。このリップだけ、このリップだけなんだよ。なんか絶対絶対このリップ塗ってるとハベにするな。なんでなんだろう、なぜなぜ。肌が光ってるような気がする。本当にチュルンチュルン。筋肉は全てを解決するからね。やばい、筋肉がおる。ここに筋肉がおる。筋トレ三日坊主マンいるな、ここに。気のせいか顔がなんかシュッとしたというか引き締まった感じがする。本当に。でも効果は確かに顔にも出そうですね、しっかり。え、確かに、なんかなんかすっきりしてない。ただただあのエプソムソルト、エプソムソルトのお風呂に入っただけなんですけど。なっちゃんのお風呂はソルト、ファンへの対応もソルトってことですね。ねえ、さっきから誰、あなた誰誰なの。なんかちょっとさ、つっかかるコメントしてきますね。誰だよ、誰なんだよ。そういう人がだいたいこういうコメントするんだよな。誰なんだよ、私の何だってんだい、何を知ってるってんだい。なーぜなーぜの発音の仕方を教えてください。今流行ってるなーぜなーぜですか。でももう流行ってないか。なーぜなーぜです。なーぜなーぜ、なーあが高い一番。なーぜなーぜ。でもなんかこれを言うと嫌われるらしいけど、みんな気をつけとき。なぜなぜ言う人嫌われるらしいよ。なんでなんか分からんけど。わらわらって村上さん笑ってる。こんばんは。エプソムソルトなんからしいね、格闘家の人が原料で使うやつらしい。どうしよう、私気づいたら格闘家になっとうかもしれん。なんでってわかんない。イラッとするんじゃない。イラッとするんじゃない。私は別に何とも思わんけど、イラッとする人はするんじゃない。もしかしたらライジン出とうかもしれん。出とうかもしれんね。応援してくれますか。応援してくれるの。私も一発でもコン、一発 KO で私が負けます。負けるんかーいっていうね。コロナ療養中です。神戸どうしようかな、みたい。あら、絶妙じゃない。絶妙っていうか、いつなったかのタイミングにもよるよね。いつなったか、でも無理はしちゃダメだよ。無理は絶対にしちゃダメだし、そこでクラスターになっちゃったらまた大変だから、しっかりよく考えて答えを出してください。体脂肪率 1% 一桁目指すん。お大事にね、本当に。
やっぱまだまだあれよね、気が抜けんですな。僕は会場行きます。なっちゃんの嗅覚戻りましたかって配信見てたらわかるでしょ私の配信見てたらわかるでしょ。私のこと知ってるふりしてなんでそれ知らないんですか。もうちょっとこれはあれだわ、もう触れない、触れないが勝ちだ。うん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 。喉が痛くて咳が、ああ大変大変だよね、辛いよね。私も経験したからわかる。焼きサバさんハートーありがとう。おお、僕の車の鍵は知りません、知らないです。思い当たる場所はどこですか。冷蔵庫の上とかじゃないとか言って絶対ないような場所、絶対ないような場所を提案する。冷蔵庫の上とかじゃない。冷蔵庫の上とかじゃない。ズボンの中から出てきましたって、いやそこは最初に気づくだろう。過去に3回なくしてます。もうそれはもうあれやな、時間の問題じゃ。もうすぐなくすでもうそのうちなくすよ。また絶対に、君は絶対になくすでしょう。絶対に君はなくすであろう。ははははは。月影さん、タコちゃん、ありがとう。山口の人はカープとホークスファンどっちが多い。なんかね、あのね、住んどる場所によるんよね。なんかちょっと広島寄りやったらカープファンだし、福岡方面やったらホークスファンって感じ。なんか私はなんか家族がなんか野球ガチ勢って人はおらんのやけど、野球ガチ勢って人はおらんやったんやけど、なんかテレビで野球の試合あってホークス出てたら応援してた。ホークス応援してたって感じ。ムンゴさん、タコちゃんありがとう。ダルマもありがとう。宇部市はどちらかというと福岡寄りなのでホークスの人が多いんじゃないかな。どうなんだろう、どうなのでしょうか。私の勝手なあれだけど、私の勝手な予想勝手な予想なのですが、村重さんも確かに、だって HKT さんやん。山口県出身のね。岡
岡山の人は広島に対抗心があるので広島よりでもタイガース。へえ。下関はベイスターズ。ふんふんふん。いやそうなんよ、やけん聞いてみたい。逆にあの山口県のど真ん中に行ってみてどっちの比率が高いのか調べたい、調べたさある。ホークスは昔これでキャンプしてた。もうの大河。あでもね、なんかね私のね学校のねあのね校長先生、校長先生、あれ校長先生のもう一個下の人って何やっけ、あれ部長じゃなくて副校長、いや副校長じゃなくて副校長のもっともう一個下のあれ教頭先生、あの私の行ってた学校の教頭先生、教頭先生だったっけな、なんかめっちゃタイガースファンで、いや教頭先生じゃなかったかも、教頭先生だったかも、分からんけど、とりあえずなんか学校の先生がなんかすっごいタイガースファンで、なんかもう車も車ももうあの虎柄なんですよタイガー柄にしちゃうぐらいのタイガースファンだったんですよ。でさ、なんかさそのさ先生について全然知らんのんじゃけどさ、なんか普通にさ車でさ、お母さんのさ車でさショッピングモールにさ行きよう途中にさあれなんか見たことある車が止まっちゃおうってさなってさ、わっあの先生の車やみたいな、タイガーの車やと思って、でそれでなんか謎に先生の家を知ってしまったっていうあれさ、あの車がさタイガー柄のさ車がさ、しかもめっちゃ大通りに面してるの、それを普通にさ家の駐車場にさ止めとるもんじゃけんさ、もうおうちバレバレよね、おうちバレバレあの分かる人には分かるやつよね、バレバレなんよって。タイガーやばくない、なんかでも結構名物、どうなんだろうね、名物ファンなのかな、どうなんだろう在校生聞いてたらおもろいと思う、在校生で思い出した、そう最近久しぶりに中高とね同じ学校だった子が美人百科買ったよーって LINE をくれたんですよ。すごい嬉しくて嬉しくて嬉しくて嬉しかったです。でいっぱい話しましたへーん、青春、学生時代を思い出す。今度なんかね時間があったらどっか行きたいなーっていう話をしました。ハッピーエンド幸せな気持ちになりましたよ。ほっこり話、最近のほっこりした話、いやー本当に友は大事にしましょう、永遠の宝です。だって車買ったら STU カラーの水色ストライプ入れてあげるって、ちょっと可愛いかな、可愛いな、うん可愛いと思うけん、いいよ可愛いと思うけん、いいよえーよーご機嫌よう、で出る、えーおー
なんか最近このいいよっていう普通にさいいよって言うんじゃなくて、あのフランケンシュタインの言い方でえよっていうのがすごいハマってる。バッティングセンターは気にならないですね。絶対に私は怪我をしてしまうと思います。怪我もしくは肩を脱臼してしまいそうな予感しかしない。バッティングセンター絶対ボール当たんないだろうしね。最近といっても最近ではないが、横浜スタジアムに行ったのは AKB グループ祭りの横浜市民ねえ今めっちゃカツカレー食べたい突然のカツカレー食べたい。なんかわかる。しかもなんかお弁当屋さんのカツカレーが食べたい。ティちゃんがめちゃくちゃ早い、早食い玉投げるバッセンある。怖っ。キティちゃんに恐怖感じちゃう。パエノミさんバラありがとう。こんばんは。今日のお昼カツカレーでした。いいなーいいなー。ゴーゴーカレー、ゴーゴーカレー久しく食べてない。この時間にカツカレーは暴力。カツカレー食べたい。突然すぎる。なんかもうあの具材がもうコトコト煮込まれてて、なんか原型とどめてない感じの、なんかもう学食に出てくるような、なんか誰でも大好きな味のカレールーにご飯と上にサクサクのカツカレー、カツはーカツカレー食べたい。めっちゃ学校の学食のカツカレー食べた。カツカレー食べたい。食べたいよ。カツカレー食べたいよ。満足？一本満足？カツカレー食べたい。カツカレー食べたい。カツカレー食べたい。カツカーツ。うわっ、スードンバカナツ。もしかしてホットモットにカツカレーってあるの？そんなカツカレー食べたいから泣くってこう。カレーか、え、そうなん？やば、天才的な話のつながり方やん。カツカレー考えたのって野球選手なんだって。だから私はカツカレーが今食べたくなったんだ話すり替えてる。今日からガストでゴーゴー、え、ガストでゴーゴーカレーが出てるの？同じあれなんかな、同じ系列なんかな。ここ一番と SKE や日向坂とコラボしたから、そろそろ STU はかなり初期にここ一さんとコラボしてましたよね。かなり初期の初期に。またやりたいですね。やってほしい。私が加入する前とかだったから、多分行ったもん。
べ行ってかわいいってなったもん。かわいい、みんなかわいいって思いながらカレー食べた。ハヤシライスって本当に林が考えたん。林すごいな。わかったわかった。こんばんは、ポーさん。ポーさんだよ。そうだよ、カツカレーが食べたいよ。学食のカレー何杯食べられるか勝負しなかった。いや、そんなことはしたことはない。わからん、もしかしたら男子とかやっとったんかもしれんけど。おかわり自由のお店、私もやけん、シュラスコが、シュラスコの食べ放題に行きたいんですよ。シュラスコの食べ放題、シュラスコの食べ放題。東京にお越しの際はいっぺこっぺ、いっぺこっぺさんでカツカレー、美味しそう。カツ丼、今カツカレーなんだよな。カツカレーの話を聞いてたらお腹空いてきて、お腹鳴った。でも私なんかちっちゃい頃ね、カレーが苦手でね、なんか家族でココイチ行っても私だけハヤシライスだっけ、ハッシュドビーフだっけ、なんかそう、それ頼んでた。気づいたらカレー大好きになったけど。海上自衛隊カレー食べてみたい。あれだよね、なんか確か隠し味にコーヒーとかだよね。ココイチコラボ懐かしすぎて、懐かしい、私も懐かしい。いや、そう、そうそうそう、学生あったもん私。時間ないからカレーととんかつ一緒に持ってこい的な感じでカツカレー生まれた。ほう、じゃあもう一緒にもうワンプレートで乗っけちゃえってなってカツカレーが生まれたってことか。いや、カツにカレーを絡めて食べると美味しいっていうのに気づかせてくれてありがとうありがとう。モッキンバードさん面白い。ガリバーのカレー、ガリバーのカレーな。ガリバーのカレーは明日のお昼とかに食べたい今はなんかちょっとスパイシーめなやつが食べたいな。あの学食とかのやつ、なんかもうなんならあのレトルトカレーみたいなカレーが食べたい。すごい美味しいよな、レトルトのカレー。プロクオリティやな。金沢カレーなんじゃ、ゴーゴーカレーって。ココイチってまだハヤシライスありますよね。なっちゃんの頭の中を想像するように、そのカツカレーの肉豚肉でしょうって。おー、カツカレーのカツってさ、大体豚肉じゃない。その方が美味しくない？とんかつの方が美味しくない？違うのもあるんかな。ココイチはハッシュドビーフか、ハッシュドビーフな。1500回訪問はこれからもよろしく。飲食店 STU コラボは広島終わったけど東京スイパラ実施中、みんな食べてみてね。ランダムグッズで私のやつもあるのでゲットしてね。ファミマでハッシュドポテト頼むときに
ハッシュドビーフくださいと言って店員さんハテナになってたってでもなんかハッシュドポテトのお店もあればハッシュポテトのさお店もあったりなんかむずいよね。よう見んにゃいけん。ハッシュポテト頼むとき、ハッシュドポテト。ココイチに牛カツカレーってあったの。広島行くとお好み焼き食べてしまうのでガリバーのカレー食べたことない。次はその気持ちを押し殺してガリバーのカレーを食べましょう。早しらーい。東京は間に合うかなって。間に合うんじゃないの。あれか、いいね。事前予約みたいなのいるんだっけ。どうなんだろう。最終日近くなってきたらいらなくなるのかな。どうなんだろう。当日券と当日で入れたりとかするのかな。どうなんだろう。チュロスもチュロッキーとかいろいろ読みの。確かマック値上げ。マジ。パクキン3つだけ買って地引きできた。すごい。空いてれば入れるらしいよって。じゃあ空いてそうな日を狙ったらいけそうなんじゃない。平日とか。でももう夏休みだよ今思えば。なんか夏休みの学生がもうこの世に存在してるって考えると私はもうすごい、多分絶対いろんなところが賑やかになるから、私たちは多分お家にいた方がいいよねお家にいた方がいいよね。夏休み明日からだよね。ねえ、てかさ、今日さ100円ショップにさ、まあなんか必要なものがあって買いに行ったのよ。そしたらさ、もうとんでもなく可愛いもの見つけちゃって、気づいたら買っちゃってました。ねえ見て、これパッケージから可愛すぎん。私もこれさ、その場にあるこの塗り絵全部買い占めようと思ったぐらい。ねえ可愛くない、このパッケージ。これは飾ろうと、家に飾るために買いました。犬がいっぱい塗り絵。なんかこれすっごいさ、なんか懐かしい気持ちになる、この感じの、この感じ。なんか私がちっちゃい頃のなんか文房具とかだったり筆箱とかなんか手提げ袋とか全部こういう感じのデザインだったんですよ。ポップな。ここにねちゃんとねハーチもいるんです。ハーチの、ハーチと同じ犬種がいるんです。ハーチこうやって飾ろうかなと思って、お家に。可愛くない。ハーチがいるんですここに。でね、塗り絵がさこんなさ表紙やん。これ100円ショップ、これセリア。可愛いよな。これさ中もさこんなリアルな犬出てくるんかなって思うやん。めちゃくちゃ可愛い楽しく塗ってね、しばちゃん。可愛いな。トイプードルと、可愛い。飾るけん塗り絵はせんかもな。すごいよ。なんかミニチュアシュナウザー、スコティッシュテリアとかさ、かいおる。ビジョンフリーゼとか今流行りの犬種だよ。このビジョンフリーゼちゃんとかいるからさ、すごいよこれ。これすごいよ。めっちゃちっちゃい子供たちすごい勉強になるよ。あの犬の名前覚えたい子だって、ほらチンとかいるもん。チン、イタリアングレーハウンド、大体の犬種はわかるな私。見てこれ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 、ハーチです。ハーチのジャックラスという、やんちゃで遊びが好き、勇敢で賢い犬だよらしいです
ハーチです。ハーチハーチ。はなちゃんは最近川で泳いだんです。はなちゃんは泳げる子でした。金槌じゃなかったです。かわいい、これとってもかわいくない？なんか子供心がくすぐられる。かわいい塗り絵でした。飾ります。超かわいいんだけど。これ猫バージョンもあるのかな。でも私は犬が好きだ。いや、なんか思った、なんかめっちゃなんかデタラメな色で塗り絵してみようかなって思った。泳ぎ方は犬かきかなって。いや、犬かき以外したらびっくりなんじゃけど。すぐもうなんかあの世界びっくり動画みたいなのに出すよ。アフロ犬？ビジョンフリーゼのことか。じゃあ23時になったので今日もこの辺で配信終了したいと思います。では壇上を読みます。13位豆ごはんさん、ありがとうございます。12位幸吉さん、ありがとうございます。11位山ちゃん、ありがとう。10位ケンジー、ありがとう。9位しげさん、ありがとうございます。8位リチャさん、ありがとうございます。7位中澤さん、ありがとうございます。6位おいもちゃん、ありがとうございます。5位月影さん、ありがとうございます。4位カルカンさん、ありがとうございます。3位結論なっちゃんと共に生きる、ありがとう電化会さん。2位東京特許許可局許可庁さん、ありがとうございます。そして第1位ジョージチェンソーマン、ありがとう、ありがとう。なんやっけ、アーニャの口癖、ありがとます、ありがとます、ありがとうます。では今日も一日配信ありがとうございました。明日はお昼配信しようと思います。明日の配信はお昼の配信になりますので、皆さんお昼になったら、お昼休みになりましたら、お昼休みになりましたら、お昼休みになりましたらぜひ遊びに来てください。明日はお昼配信します。では配信最後のあっち向いてほい行きますよ。せーの、あっち向いてほい。上、今日も一日ありがとうございました。ではおやすみなさい。また時間配信予約入れます、今日中に。それでは良い夢を。おやー、今日のキーワードはカツカレー食べたい。じゃあね、おやすみ。